はい、こんにちは、こんばんは、ネコピン TV です。今日はですね、ノブネストっていうメーカーですね、 PC 用メモリーチットスプレッダーですね、 RGB LED 機能搭載の冷却メモリーラジエーター発光ケースですね。これをですね、今回は黒いバージョンで、2本1セットですね、定価は1900円で、買ってきました。こんな感じです。これね、黒と、赤いのがあるのかな、確かなんかそんな感じなんだけど、グレーですか、赤ないですね、黒とグレーですね、あるのなんか赤もあったような気がしたんだけど、なんか今回ないですね。はい、こんな感じですね。はい、あとこの両側のパネルがアルミニウムマグネシウム合金で作られていてですね、これで熱を逃がすっていう感じですね。あとこれはですね、DDR234 ですね、全部対応してます。あと接続方法ですけども、電源ですね、これ電源3ピンなんですね。まあ4ピン、今ほとんど4ピンですか、4ピンの、電源ですよね、ピンの4つついてるやつの4ね、ボスの、それにまあ印のとこ合わせてですね、3ピンをつなげばですね、なんとか使えますね。はい、で私の場合はですね、それだけではちょっと光らなかったんですね、なぜかというとこれ供給の電源はですね、あくまでもファンの方の供給電源なので、ファンの回転数を変えなかったらちょっと、光らないというか電源が弱いんで、このファンの、回転数を変えるモードをですね、最大限に要は 100% にして上に上げてですね、供給してやれば、光るようになりました。でこれがめんどくさいなーということは、もう直接電源からですね、3ピンのやつに変えてですね、引っ張った方が間違いないですね。はい、今ですね、メモリーケースをですね、ネジをついてる、2つこれを外してですね、熱伝導シリコングリースフィルムを貼っていきます。これ慎重に取ってください。これね、慌てて取るとですね、LED と、基板がついてる、とかね、ばらけるとちょっとね、戻すの大変なんで、慎重にそのまんまにしといてください。今、貼るとこですね。もうあっちついてこっちついたりして、なかなか位置がちょっと真ん中にならないんで、左右どっちかに寄っちゃってるんで、メモリーをつけるとですね、はみ出ちゃうというなかなか難しいかも分かりません。でもそんなに気にしなければ大丈夫です。はい、とりあえず、メモリーにですね、裏表両サイドに、フィルムを貼ってください。あともう1枚をですね、熱伝導シリコングリスフィルムを貼ってですね、ネジ止めして、そして完成です。このネジ止めであまりきつく締めないでください。結構ね、軽くグッグッと感じで、締めるとですね、そこそこメモリもちゃんと締ますので、
あまりギュッとやるとね、なんか割れたら困るんで。はい、マザーボードにメモリを2つ挿しました。はい、こんな感じでですね、メモリの、ファンをですね、供給電源を調整するとですね、このように光りました。はい、大丈夫です。やっと完成しました。なかなか綺麗ですね。これ4枚差しするとですね、もうちょっと見栄えがいいのかなと思います。とりあえず2枚しかないので、こんな感じです。はい、今日はですね、ノボネストから出ている PC 用メモリーヒットスプレッダー RGB LED 機能搭載冷却メモリーラジエーター発光ケースの紹介でした。